眼科医の平松です。今日は緑内障で視野が進行しやすい人の特徴についてお話ししようと思います。緑内障ってね、まあ、いわゆるこう日本人の失明原因第一の病気なんですけども、まあ、視野といって見える範囲が欠けてきて、まあ、放っておくと、まあ、失明してしまうので、きちんと治療が必要です。で、これが進みやすい人と進みにくい人がいるんですね。極端な話、何にも治療してないんだけど全然進まないって人もいるんですよ。一方で、めちゃくちゃ一生懸命治療してるのに、進行してしまうという人もいて、そこら辺の特徴っていうのが、まあ、いろいろ言われてるところがあります。で、最近の研究で、その中の一つっていうのが出てきたので、お話ししようと思います。これね、非常にこう、実感に近いような、データになりますね。結論、眼圧が上下しやすい人、は視野進行にリスクがある。眼圧の上下が、視野進行の、進行する緑内障に、関連してくるんじゃないかというのが、2022年の5月の、ジャーナルオブグラウコーマっていうのに載っているっていうのがあります。詳しくはね、そっちっていうのはネットである程度見れるので見ていただければと思います。で、具体的にどのぐらいの眼圧上下かっていうと、平均です。これ平均なので、視野進行がない人がプラスマイナス2、ある人が 2.6 ってことで、0.6 の差わずかだなって思うかもしれないけど、これ平均なわけなので、簡単に言うと、いわゆるこう、全然、変動ない人と、めちゃくちゃ変動ある人っていうのを、足して、平均して、2.6 と2って感じなので、そんな感じと思っていただければと思います。これはね、非常にこう、実感としても違う。で、今回のは、いわゆるこう、正常眼圧緑内障とか開放隅角緑内障っていう人を主なターゲットとしているので、余計そうなんですけども、例えばこれが落雪緑内障とか、他のタイプの緑内障でも言えるなっていうのが、個人的な経験と感想って感じですし、今までも緑内障の、いわゆる開放隅角の一般的な緑内障の方でも、やっぱりね、悪くなる人って上がったり下がったりしやすいんですよ。で、これがね、なかなか難しいんですよ。何を言ってるかっていうと、上がったり下がったりするのが良くないのは分かってるけれども、じゃあ何か薬をすればそれが抑えられるのかっていうと、それは難しい。手術をすればどうなのかっていうと、手術はこの波をちょっとね、押しなべてくれるってところはあるんですよ。なので、そういう意味で、いわゆるこう眼圧上下しやすい人は、目薬でもダメな場合、もちろん目薬がベースですよ。なので、いきなり手術しましょうって意味じゃなくて、目薬でダメな場合、比較的早めに手術をお勧めすることが、個人的には多い感じです。ただ一方で、患者さんとしては、この眼圧の上下が大きい人って、手術を受け入れにくいんですよ。これどういうことかっていうとね、例えば、あなたの眼圧が、いつも16ぐらいだとします。で、本当にいつも16ぐらいで、17になったり15になったりすることあるけど、ほぼほぼ16。それで視野が進行してて、じゃあ手術しましょうって言われると、しょうがないなって思うじゃないですか。一方で、あなたが、平均16ぐらいなんだけど、14ぐらいになることもあれば、22ぐらいになることもあれば、ってなると、例えばね、じゃあ16ぐらい、で、22ぐらいになった。これ、視野進行してるから手術しましょうよって話すじゃないですか。で、ちょっと考えてきますって言って1ヶ月とか、何週間とか、で、もう一回お話ししますと。その時になると、眼圧が14だったりするんですよ。いや先生、この前22で、手術しましょうって言ったけど、今日14だからいいんじゃないですかって。そういう問題じゃないし、進んでるんで、基本的にはお勧めするんだけど、その気持ちもわかるから、じゃあ様子見ましょうかと。で、様子見て次は16ぐらいだったりして、微妙な数字だよね、みたいな感じになって。で、また22とかになったりして、じゃあやっぱりやりましょうかってなって、確かに22まで上がるんだったらやりましょうかって患者さんも言うと。でもって、手術前の検査とかなんかしてると、14とか5だったりすると、やっぱりなんかね、手術ってどうなのってやっぱ患者さんの気持ちとしては、なりやすいんですよ。で、これも僕は余計、視野進行させやすいのかなと思います。それは、目薬追加の時もそうなんですよ。いつも16ぐらいの人であれば、追加してもっと下げましょうって分かりやすいんだけど、14になったり22になったりする人だと、これ、極端な例だね。14と22だと7以上差があるわけなんだけど、こんな感じでばらつくと、だったら
目薬追加しても意味わかんないですよねと、まあ、もうちょっとこれでいきたいなとかって患者さんも思いやすいんですよ、うん、まあこれがもちろんね、14と18、つまり上下幅2ぐらいだったとしても、患者さんとしては、いや18だったらやっぱね、先生の言う通り手術も考えたいけど、今日14だし、ねえ、だったらいいんじゃないかなとかって なりやすいんで、余計、もうそもそも眼圧が上下しやすい人って、悪くなりやすいんですよ。同じようにコントロールしてても。なんだけど、より治療が後手に回りやすい印象があります。で、かつ、そもそも論、眼圧って、じゃいくつの眼圧だと目の神経がダメージを受けるかっていうのは人によってあるけれども、この神経のダメージの受け方っていうのが、まあ、あんまり結論出てないんですね。これ言い方変えましょう。じゃあ、例えばね、6だと眼圧は、6だと神経は全然悪くならないとしましょうよ。じゃあ、7になった、8になった、9になったって場合、この、上分だけが問題なのか、6からこの上全部のこの圧が問題なのか、ちょっとそれによってね、考え方がちょっと変わってくるわけなんですよね。まあ、例えばこれ6だとね、わかりやすいんで、14にしましょうよ。14の眼圧だったらあなたの視野が進行しないとしますよね。で、あなたが毎回15だったら1分ダメージ受けてくるんで、わかりやすいじゃないですか。でも、14でダメージ受けないんだけど、今日は12。明日は16。こうなってった場合、合計値が分かりにくいんですよ。まあ、よくこれは、高校生の数学とかの積分とかっていうので、まあ、計算したりとかになってくるんでしょうけれども、現実あなたの眼圧を24時間毎日測ってるわけじゃないので、この積分自体ができないわけですよね。まあ、積分っていうと頭痛くなる人もいるかもしれないけど、まあ、いわゆるこう、まっ平らな四角だったら、縦の長さと横の長さを掛け算すれば、この四角の面積って出るじゃないですか。でも、こうなってくると、ここの面積って出すのめちゃくちゃ難しくなってきて、だ余計ややこしくなってきたりとか、まあ、特に面積は大きくなりがち、こう縦に行きがちなので、やっぱり平均的にダメージを受けやすいかなっていうところがあります。例えば、平均14だとしても、こうあって、こうなったら、例えば12になってる時って、14まではダメージ受けなくて12になったとしても、12だろうが14だろうがノーダメージであったら、この下がってるのがそんな意味ないですよね。でもその分上に行っちゃってたら、この時のダメージは結構来ちゃうわけなので、わかりにくいな、わかりにくいんだけども、まあ、積分上、ダメージを受けるところの面積が増えるんですよって。これ数学好きな人しかわかんないけど、伝わりにくいかもしれないけれども、いわゆるこう、なんていうかな、ダメージを受けてる時間と、ダメージの度合いっていうのが、ばらつく人の方が受けやすいんですよって、難しいことは言わんとも、それをちょっと伝わってくれると嬉しいなっていうふうに思います。なので、上下がある人っていうのは、まず悪くなりやすいんだよってことを知ってもらった上で、こちらもね、ご説明してちゃんとね、納得していただけないといけないんだけども、ご本人としても、なかなか腑に落ちにくい、その気持ちはわかるけど、ちょっと積極的に治療しなきゃなっていうお気持ちになってくれるといいかなっていうふうに思います。まあ、こんなね、積分とか何だかとか、マニアックな話とかも含めたものは、たまにサブチャンネルでお話できればなと思うんで、まあ、そっちの方でも毎日、目の健康情報をアップしてるんで見ていただければと思います。また、疑問、質問ありましたらコメント欄に書いていただいたり、良かったなと思ったら、高評価ボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。